ライターの鶴原弘隆です。今回はヤフーショッピングでドライバーの売れ筋ランキングを見ていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。ではいつものようにヤフーショッピングのトップページからスポーツ、アウトドアの中でゴルフを選びます。はい。で、この一番上のところですね、ここにランキングの情報も充実とあるので、このランキングをクリックします。はい。で、この中でゴルフクラブのメンズのドライバーをクリック。するとランキング出てきましたけど、これがデイリーになっているので、これを週間のウィークリーに変えてみてみますと出てきました。ドン。はい。これ収録時点2月の3日なんですけど、ちょうど2月の4日にテーラメイドのステルスが発売されるというので直前のランキングになるんですけど、すでにテーラメイドのステルスドライバーが1位になっているということは、予約の段階でもう売り上げが1番ということですね。で、ずいぶん前からですね、発表された直後1週間後ぐらいからもうステルスの予約がすごいことになってるよっていう噂は聞いてたんですけど、発売日前日に見てもやっぱり1位っていうのがすごいですね。はい。で、これ1位はステルスドライバー、まあ、スタンダードなモデルで、シャフトも、標準のシャフトということになってます。今の段階だと発売前なんですけど、もうすでに割引価格にはなってます。 20% オフの価格表示になっていて、なおかつこれ PayPay モールで買うと PayPay のポイントがつくと。で、画面上だと今 10% っていうふうになってますけど、これが日曜日になったりとかするとソフトバンク会員はドカッとポイントがつくようになるということもあるので、そういったこともチェックしながらオンラインで買う人は、お得に買ってもらえればと思います。はい。そして2位以下見てみると、これはマークダウンした2021年モデルが入ってます。2位がシム2マックス D で、3位がシム2マックスと。はい。で、このあたりはもう1位のステルスと価格差を見てもらえれば分かるように、もう型落ちになっているのでめちゃめちゃお買い得になってます。ちょっとクリックしてみましょうか。 SIM2 MAX D、 はい、訳ありっていう風になってますけど、これもう4万円切ってますからね、安いですね。で、日本仕様のモデルになってます。SIM2 シリーズはですね、 SIM2 MAX、 SIM2 MAX D、 あと、まあ、何もついてない無印の SIM2 ドライバー3モデルあったんですけれど、 SIM2 ドライバーの方はセレクトストア限定のモデルだったので、こういったオンラインでは取り扱いがものすごい少なかったです。で、メインになってたのが SIM2 MAX というモデルなんですけど、SIM2 MAX だとちょっとこう球を捕まえづらいという人もいて、そういった人にちょうどいい球の捕まり具合で人気があったのが SIM2 MAX D です。なんで球を右に逃がしたくないという人は SIM2 MAX D をチョイスするのがいいと思います。で、今だったらお買い得になっているので、これ今のうちに欲しかった人は買っといてもいいと思います。これ新品在庫きっとなくなると思うので、あるうちに買っとくのがいいと思います。ちょうどタイミング的には今がギリギリになっちゃうかもしれないです。はい。3位以下もちょっと見ていきましょう。で、3位はもうシムツマックス、まあ、これも納得ですよね。で、ステルス発売になりますが、ステルス、まあ、どのモデルでもかなりスピン量は抑えられてて少ないです。なので、
もともとスピン量少なくて球が上がりづらいっていう人はあえて一つ前の SIM2MAX を使った方が球が上がりやすくなって適正弾道になりやすいっていうこともありますので、なんか一概にこうステルスみんな乗り換えたら飛ぶようになるっていうわけではないっていうのは覚えておいてもいいかもしれないです。特にやっぱり注意してほしいのは、もともとスピンがすごい少ない人は、だからこそ SIM2MAX っていうチョイスっていうのもあると思いますので、それはゴルファー次第で選んでもらえればと思います。今だったら SIM2 シリーズとてもお買い得です。そして第4位来ました、 SIMMAX ドライバー。これもう一つ前のモデルですけど、これ今の段階だとなんと SIM2 の訳あり品よりも値段が高いという逆転現象が起こっております。こういうのも面白いですね。実を言うと僕どっち買うかと言われたら、これ値段の今の値段の設定上は SIMMAX の方が値段高くなってますけど、僕だったら SIMMAX 買います。性能的には SIM2MAX よりも若干スピン量少なくて、で汎用性で言うと、まあ、そこまで大きく変わらないのと、あと僕個人的には SIM2MAX よりも SIMMAX の方が打感も好きだったし、あとクラウンの見え方もちょっとあのシルバーっぽいクラウンが僕結構好きだったんで、僕だったらこの SIMMAX の方を買いたいぐらいですね。実を言うと、もうちょっとステルスが出て、2つ前のモデルの SIMMAX の値段が落ちたら、ちょっとロフト9度あたりをもう一回ちょっと買ってもいいかなと思ってたんですけど、あんま安くなってないので買いはしませんけれど、けどとってもいいモデルなのでこれいいですね。これチェックしておきたいです。僕だったらですね、このハートマークを押してお気に入りに入れておきます。でお気に入り入れておくと、値段が下がった時にすぐ分かったりとかもするんで、そういうのもおすすめです。あのハートマークをしてお気に入りに入れておいてください。あとオンラインのショッピングだと、やっぱこう偽物じゃないかとかってそういう心配する方も結構いらっしゃるんですけど、こういうヤフーショッピング内のこのペイペイモールだと、これ出品元がテーラーメイドゴルフの公式ショップになってます。なので、絶対的に問題ないです。なのでもし心配な人はこういう公式ショップで安くなっている時、なおかつポイントがつく日を選んで買ってもらえればと思います。これは僕はチェックしときます。はい、さあその下見ていくと、もう5位、5位はステルス HD ドライバー、やはり来ましたね。 HD は球の捕まりがいい方のモデルです。はい、そして6位がまた SIMMAX。 これは訳あり品じゃないバージョンですね。はい、そしてやっと7位、違うメーカーが来ました。はい、キャロウェイのでも最新のまだ発売前のモデルで、ローグ ST のトリプルダイヤモンド LSUS モデルが7位に入っていると。びっくりですね。多分みんな実物見てないし、シダレビューとかもできてないような状態だと思うんですけど、もう予約して注文している人がいるということに僕はとっても驚きます。あと8位、 SIMMAX で、これもあれですね、訳あり品じゃない方。訳あり品じゃなければ、さすがに2つ前の SIMMAX よりもちょっとやっぱ値段高めなんですね。なるほどね。またずっとテーラーメイド続きます。9位、はい、 SIMMAX3、 はい10位、ステルス、はい、11位、やっとまた別のメーカー来ました、キャロウェイ。あ、エピックスピードの、おー、これも標準シャフトのモデルですね。これは、純粋な型落ちマークダウン金です。
これも安くなりましたね。4万円しないで買えちゃいます。新しいローグ ST シリーズが、3月下旬に発売になるんですけれど、あの新しいローグ ST シリーズの中で、後継モデルが出ないものがあります。それがこのエピックスピードです。エピックスピードはですね、ちょっとヘッドを小ぶりに見えるタイプで、まあ、そんなにシャローバックでもなくって、どちらかというと操作性が良くて若干重心も浅いようなタイプのモデルになります。で、優しいかというと優しさはマックス系、ローグでいうとローグ ST マックスとかマックス D とかで、このエピックのシリーズで言ってもですね、エピックマックスとかエピックマックス LS、 マックスってついてるのは基本的にあの優しさマックスってことなんで、あのマックス系に比べるとこのスピードは優しさではちょっと劣ります。あのヘッドも機敏に動きますし、スピもかなり少ないモデルになっているので、逆にこの操作性が欲しいとか、あとスピンをできるだけ少なくしたいとかっていう方は、今ならこのエピックスピードを選ぶのが、ベストなんじゃないかなというふうには思います。なので今これ買い時だと思います。これもきっと在庫新品ではなくなってしまうと思うので、買うんだったら今がいいと思います。とってもお買い得です。12位、はい、また来ました。ステレス、ちょっと飽きてきましたこれは何だろう。これも天性レッドで、物は同じですかね。多分同じだと思いますね、はい、あ、13位、やっと違うメーカーが来てくれました。プロギアレッド、おう、これ安い、16,800円ですね。今これまだ新品で残ってるのが驚きなぐらいですけど、これいいモデルですよ。軽量設計の玉を捕まえやすい、長尺のドライバーになってます。プロギアはもう本当に昔からレッドという軽量で玉の捕まりのいいタイプのモデルが評価高くて、これもその評価通り、とっても打ちやすいいいモデルです。ヘッドスピードは40以下が、ターゲットラインかなとは思います、はい、こういったモデルが残ってるのはある意味ラッキーだと思うので、対象のゴルファーの方はぜひ買っちゃってください。あの後悔しないモデルだと思います。この値段ですし 84% オフってみたい、なんか俺買っとこうかなって、使わないのに思っちゃう。もうご覧の通りテーラーメイド大フィーバーしてます。もうちょっとキャロウェイの型落ちモデルも入ってきてもいいのかなと思うんですけれど、ちょうど今、狭間の時期なのかもしれないですね。なのでテラメイドが大フィーバーしているという感じです。1ヶ月後2ヶ月後になるとローグ ST が発売されて、また順位いろいろ変わってくるとは思うんですけれど、その時になると一つ前の、エピックのシリーズもう新品でなくなってるかもしれないので、欲しい人は、今のうちに買っとくのがお得に買えて安全策と言えるかもしれないです。なので、当てはまる人は検討してみてください。